マドリードでいうハチ公みたいなもんですかね、なんとなく、まあ、ソルという場所がソルという駅なんですけど、まあ、若者が集まる、繁華街なんで、まあハチ公みたいな感じでしょう。いやすごいすごかったですね。プラド美術館、プラド美術館っていうテーマだけで、ここ昨年ですかね、2020年ぐらいですかね、映画にもなったりとかするぐらい貯蔵量がすごいっす名画の。だから単純にまあ全部見て回るってだけでも大変でしたね、まあ、それでもね大切に一個一個名画をじっくりと見させていただきました。もうちょっとねちょっとクラクラするぐらいちょっと早足だったんでね、はい、でも非常に素晴らしいプラド美術館でした。今回はアコモデーション、さまざまな国さまざまな町行く中でどこに泊まるか、まあ、皆さんは本当にこう4つ星5つ星、高級ホテルに泊まったり、まあ、あとはそこの土地ならではの住居スタイル、独特な建物とか伝統家屋、そういう作りのホテルに泊まったり、まあ、さまざまありますが、私の場合はまあ、個室、自分の時間を持てる個室のホテルを取るときもあれば、ホステル、結構、まあ、開かれた空間、また、まあ、旅人同士の交流ができるようなそのような安宿ですね、まあ、シェアルームだったりシェアバスルームだったり、シェアスペース、さまざまな人と交流ができる、そういった場所もセレクトします。で、今回はマドリードを紹介したいんですけれども、
まあ、特にここジェネレーターホステル、まあ、ヨーロッパ各国にあるんですけれども、特にこのマドリードはスペインの首都だけあって、やっぱり首都大きい街になると、まあ、需要とかいろいろ多様なスタイルの旅人、宿泊者もいるので、まあ、安い宿も結構充実してるんですよね。まあ、その中でも今日は、このジェネレーターホステルが素晴らしいので紹介したいと思います。ルーフトップ、屋上に行ってみましょう。まあもう秋ですからね、ジャグジーは入ることはちょっと期待はしてませんでしたけど、まあすごいですね。その設備があるってだけでもなかなかいいですね。実際ここのシェアルームで、一泊、そうですね、4000円とか一泊4000円くらいなんですよね。それでこのクオリティですよ。いやーすごい。まあ、結構やっぱりヨーロッパの人は屋外でテラスとかルーフトップで飲んだり食べたりっていうのが多いですね。うん、まあ、スペイン人は外で暮らすと、スペイン人の居場所は外というぐらい、まあ、地中海の、まあ、晴れ間が多い、そういう国柄ですし、まあ、スペイン人の気質的にも外で開放感のあるところ、それを好むそうです。なかなかいいホステルですよ。マドリードのソフィア王妃美術館にやってまいりました。今日の目的はゲルニカを見ることですね。ここは結構プラド美術館からも近いんですけども、まあ、システムも似ていて、閉館2時間前から無料で入場することができるということです。ただ、まあ、人数の制限をかけていることもあるのか、事前に予約をしないといけません。無料であったとしても事前予約が必要です。週末なんですけれども、早めに予約ができたので、今日は無料で名画とご対面させていただきます。オンラインで予約した人が優先的に、先に入場できます。現地で買うっていうのはですね、本当に2、30分待つこともありえるので、事前予約をしましょう。結構簡単にオンラインで予約できるので、はい。こちらはプラド美術館と違ってちょっと現代アートっぽいですね。展示が、人が混む前にですね、2階にあるゲルニカを見てしまいたいと思います。いや、ゲルニカ見てまいりました。近代アートが中心なんですね。私はもともと詳しく知らないんであれですけど、サルバドール・ダリとかピカソとか、たくさん見ましたけども、正直どこがすごいのかなって素人からすると分かんなかったりするところありますが、まあ、ゲルニカを見て、まあ、ゲルニカだけ見ると、まあ、単純に大きいなという、そのスケールの大きさはびっくりしますけど、やっぱりこの凄さがね、素人にはなかなかわからない。ただゲルニカの後ろにある
あのゲルニカがあの完成するまでの、 あの写真と、あのピカソ自身が描いたゲルニカを作っていく、描き上げるまでのスケッチが展示されてたんですよ。まあ、それを見て、あ、ここまで緻密にいろいろなものを重ねてというか、角度っていうんですか、まあ、ちょっと表現がいかんですけどまあとにかくね、あのゲルニカプラスそれがね作られる過程も合わせてみるといいんじゃないかなと思います。まあ総括するとプラド美術館はもう全然写真撮れないんですよ。で、このソフィア王妃美術館、こちらはあのゲルニカとか革新的なもの以外は撮れると、記録に収めることができますね。